21万を貯めて、南西イングランドを買います。ロンドンから夜行列車に乗ってここまで行ったことありますよ。もう一回行きたいんだよね。この辺気になるとこがいくつかあったんです。ここまで行って引き返してきて、ウェルズのこの辺に泊まって、じゃあ次の日はね、こっちの方に行っちゃいましたけどね。帰る。帰ない。22万。22万。これちゃんと見ないとダメなんだよ。勾配をね、どこを通すか。ここにつなげるんだけど、まあこういう向きで駅を作った方がいいですね。まあできればね、こっちの町とつなげた方がいいんだよな。21万円。21万ドル。21万ドルか。21万ポンド。21万ポンド。もう3月だな。まあ1に比べたらね、時間の流れがゆったりしてますね。まあ前回までこの速度がね、調節できなかった。前回というか最近までこの速度のね、変更ができなくて迷ってたんですけど、今はね自由自在です。これが分かるのに相当時間がかかった。コントローラーのね、使い方なんだよね。21万円がたまんないな。
なかなかお金が止まんない。本当は伏線にしたいところなんだけど、先に運んじゃいます。ああ、まだダメだね。ここは繋がってないからダメなんです。残念なことに、じゃあこの OK、 まあそれは後に取っとこう。で、今何をやってたかっていうと、列車を配置したいんですね。高いな。でも早いやつがいいな。でも今後にしとこうか。どうしようかな。早いやつで統一しておいた方がね、将来的に混ざるかもしれないからな。急行型はね、貨物に合わないんだけどね。分かってんだけどね。薪が運ばれて、砂糖と生地、砂糖と生地ね。砂糖、砂糖どっか、ここにつながってる、これを持っていけばいいんです。35,000円、35,000円。この砂糖ね、タスクのためにつなげただけで何もまだやってなかったよ。あーんで繋がんねえんだよ。9万円もかかるのか。ふう、眠いな。9万円、9万円。こっちもね、つなげたいんだよな、先に。まあ、タスク的には、こっちつなげなくていいんだけどね。
金儲けするためにはこっちが必要です。ここからここに持っていく。で帰りはこっちに寄って、でこういう砂糖をこっちに持ってきて、これでいいんじゃない。往復はね、他の列車がやってるからね。2編成にしよっかな。ね、時間止めた方がいいね。ね、違う、これじゃない。これで、これを2編成。18万かかる。18万。18万。木材を運んでいる列車のところに給水塔をつけないとダメだな。給水なしで頑張ってますね。お金がない。お金がないのよ。28,000円。28,000円。28,000円。バーミンガムのとこにさ、レストランとあれつけちゃったから整備工事をつけてないんだよな。こっちに整備工事をつけた方がいいよな。これなんだっけ。休息。シャレ付き。これ急速の方か、車。こっちに整備工場つける。で、砂糖をどんどんに持っていくか。こんなことしてる場合じゃないかもしんない。1編成で
タスク的にはね、まだね、1万人増やさないといけない。しんどいな、なんか。あと半年しかないよ。あ、半年しかないね。今度こそもうダメかもしんないね。バーミンガム。衣類。衣類を持っていった方がいいね。衣類。これ。これ。これ作ってる。ここに駅を作るしかないね。これをね、こっちも持って行って、ああ、でもね、系統持ってこないといけないね。リパップは、こことつなげないとだ。半年じゃ無理だね。半年では無理ですね、これは。駅がダメだな。駅がダメだ。駅がつかないよ、これ。あ、お金がないのか。お金がないんだ。理想的にはここだな。ダメだね。やだな。こっちじゃないとつけれないね。系統を持ってこないとダメだな。半年でやることじゃないな、こんなの。整備工場もつけないといけないし。6万円もかかる。こんなの半年でやることじゃないんだよな。もう列車を走らせた方がいいよ。
整備工場も何もないのに。安いやつでいいかな。この線路ともすごく。2万高いやつがいいな。9万。早いやつもここ通るからね。あ、でも指定しないと。伏線しよう。オックスフォード整備工場をつけよう。こっちにお金がないな。布が届けられた。人口はどうなってる。28,000人。35,000か。とりあえずここに整備工場をつけるか。
あと欲しいものなんかないかな。牛運んできてないのかな、ここ。肉がちょっとしかない。まあ生産が遅いのかな。ちょっと待つしかないのかな、今は。3万5000。ここを伏線にして本数増やそうかな。どうしようかな。このまんまでいいか。どうしようかな。このまま上がんないかな、3万5千まで。人はオックスフォードからたくさん来てるので、オックスフォードとリバプールとロンドン。でもロンドンが比較的多いね。ロンドンからのやつを、郵便と客車のやつを、急行列車を走らせよう。ロンドン発バーミンガム行きの急行列車、もう走ってますけどね。二編成。渋滞しちゃうかな。二編成で、18万。18万。あとはね、ドーバーからロンドン経由で来てる。あと郵便もドーバーからだね。ドーバーからの直通列車を発車しちゃおうか。どうなってんだ、ここ。
ああ、ここにポイントがあるからね。あんまり列車走らせたくないね、これ。本数が増えるとこれね。あんまり良くないと思うんだよ。ここにポイントがあるからね、この辺までね、距離を取った方がいいと思うんだよね。ここに橋があるからね、反対側のポイントがね、作りにくいんだよね。お金がない。3万。やっぱ難しいな。トーバー、アーミンガム、18万。8万円。ああ、バーミンガムの人口が伸びてないから、これ。ちょっと、どうかな。18万円、とにかく貯めよう。もう9月だな。ああ、もう時間が来ちゃったな。時間です。時間ですよ。ああ、人口。あと3000人ですね。ちょっと次回ね、もし失敗したとすると、短い動画になっちゃいますけど、ちょっと今日はいっぱいいっぱいなんで、ここで一旦終了したいなと思います。次回はね、ゲームオーバーになるとしたら超短い動画になるかもしれません。